できちゃいますか。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。下克上は起こりうるのか。セイウンスカイ、注目株の馬娘だ。人気と実力を兼ね備えたメジロマックイーン、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイの1番、この2人が競り合っているぞ。セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、12番並んできた。その後山陽マシン開いて17番、そして内目を引きましては東海帝王、それを見るようにメジロマックイーン、そしてその外15番、3番、内から行く、少し離れて14番、少し後ろから4番、大きく離れてメジロライアン、1馬身差2番、さらに8番、外18番、そして内目を引きましては9番、そしてその後ろから行くのは7番、まもなく第4コーナーカーブ、メジロマックイーン上がっていきます。先頭がやや早いのか、隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず西雲スカイ、続きました1番、その後山陽マシン開いて12番、1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。4番手メジロマックイーン、5番手に東海帝王、その後ろ17番、少し離れて14番、そしてその後ろから行くのは4番、少し離れて15番、1馬身離れて3番、2馬身、3馬身開いてメジロライアン、2馬身離れて18番、外で8番、少し離れて2番、2馬身差7番、そして外目を突き出しては11番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、セイウンスカイまだリードをキープしています。続いて1番、2馬身差12番、1馬身差メジロマックイーン、1馬身離れて東海帝王、その後ろに17番、14番、空走2馬身、3馬身開いて4番、その後ろに15番、あとは3番、そして外目を突き出してはメジロライアン、そしてその内を回って18番、そして2番。1周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き、セイウンスカイで、セイウンスカイ1馬身差1番、2馬身離れてメジロマックイーン、その後ろ12番、東海帝王、5番手内から内から17番、その後ろから14番、あとは4番、さらにはメジロライアン、内を回って15番、その外並んで3番、残り 1000m を通過、それを見るように18番、2馬身離れて2番、それを見るように。そやそや、大物いただき、ハマったね。7番、少し後ろから9番、後方2番手に11番、10番、最後方からのレースになりました。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう、馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まると、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。気持ちよく逃げているセイウンスカイ、残り400。最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったメジロマックイーン、食らいついていく。セイウンスカイ、これは強い。余力を残したまま余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。残り200。セイウンスカイ引き離す。セイウンスカイから2リードを開いていく。セイウンスカイ、セイウンスカイ、大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。主力を尽くした消耗戦、勝ったのはセイウンスカイ。2着はメジロマックイーン、3着はメジロライアン。なんと晴れやかな結果ね。